どうも、こんにちは、こんばんは、タコライスです。今日もマイクラやってくれー。はい、今日はものづくりをするよー。何を作るのかというと、牧場を作るよー。この村に動物さんたちの牧場を作りたいと思います。あと少しですが、動物園的な要素も入れていきたいと思っているよー。他にもアイディアはたくさんもらっているのですが、少しずつやっていきますので、気長に見てやってくださいねー。それじゃ、やっていくよー。牧場の場所はツリーハウスの前のここに作っていきたいと思っています。そんなに大きな牧場にはできないですが、使いやすい感じの牧場にできたらいいなぁって思ってるよー。いやー、今気づいたんですが、湖の向こう普通に森になってるねー。最初から大海原なんてなかったんだねー。今度、海を探しに行きたいと思ってます。作業開始です。まずは、牧場の柵を作っていきます。これくらいの広さでいいかな？一応、牛さん、豚さん、羊さんを飼いたいと思っています。柵ができましたー。そしてこの横のあたりに動物園的なものを作りたいと思っています。どんな風にしようかなー。まだどんな動物を飼うかも決まってないんだよねー。一応自分の中で一つアイディアがあるんです。ここには、ちょっと変わった動物を飼おうかと思っているよー。後で発表しますねー。だんだんできてきましたー。あとはガラスをつけて、完成です。こんな感じになったよー。どうですかねー？少し動物園的な雰囲気、出てますかねー？意外にうまくできたねー。さあ、後でここに入れる動物、連れてこなきゃだねー。まずは牛さんから、連れて行くよー。おいでおいでー。結構村まで遠いなー。動物集めるの大変だねー。着いたよー、こっちだぜー。次は豚さんです。おいでおいでー。最低でも2頭以上いないとダメだよねー。繁殖させて、数を増やしたいからねー。牛さんこっちだぜー。よしよし、これで牛さんはオッケーだねー。そして、さっき言ってた、変わった動物です。スライムさんです。小さいスライムさんは、攻撃もしてこないし、安全なんだよー。しかも、かわいいよねー。こっちにおいでー。ちょっと待って、スノーゴーレムさん。このスライムは敵じゃないですよ。雪玉を投げないでくださいねー。さあ、スライムさん、
中に入ってよしよし。危なかったねー。スノーボーレムさんは、見張りの仕事、真面目なんだねー。さあスライムさんこっちですよー。おいでー。ふぅ、ようやく着いたねー。一時はどうなることかと思ったよねー。はいはいこっちですよー。あ、アイアンウォーレムさん。お仕事、お疲れ様です。さあ、気を取り直して。今度は鶏さんのお引っ越しです。次は羊さんだよー。牧場作りって、大変だねー。これでよし。そう、鶏さんの仲間を増やしたいと思います。あ、ここが鶏さんの家だよ。さあ、たくさん生まれるといいなー。あー、一匹生まれました。どんどん行くよー。一匹だけでしたー。かわいいねー。ということで、牧場、完成したよー。まずはこの場所。ここは、牛さんと豚さんの牧場です。まだまだ、数を増やしたいと思ってます。そしてこっちは、羊さんです。これで羊毛も取りやすいよねー。そしてこっちは、鶏小屋です。さっき子供が生まれたから、今は2匹いるんだよー。卵をたくさん産んでくれるといいなー。そしてこっちは、何もいません。先ほどいろいろありまして、今は何もいません。という感じで、牧場、完成です。羊さんも、牛さんも、豚さんも、どんどん数を増やしていきたいと思います。という感じで、今回は終わりです。今回は小さい牧場、作ってみましたが、なかなか大変でしたー。今度は畑も作りたいと思ってます。あと、皆さんからもらってるアイディアも、少しずつですが形にできたらなー、と思っています。これからも気長に、よろしくお願いしますねー。それでは、今回はこの辺で、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。いつもコメントくれる方、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。では、さようならー。またねー。